教養3年目を迎えます。エピカリスです。父オールガーリュール、母スターペスミツコ、その父カーレニーです。デビューは2歳8月の新潟競馬場ダート 1800m の新馬戦。クリストフルメール騎手を鞍上に迎え、終始危なげないレース運びで見事1番人気に応えています。続くプラタナス賞も楽勝し、挑んだのは紋別競馬場の G3 北海道2歳優秀でした。ここでは翌年の東京ダービー、そして続くジャパンダートダービーを勝って NAR グランプリの年度代表馬に選出される東ウィルウィンに2秒4の差をつける大差勝ちを記録しています。2歳シーズンを3戦3勝で終えたエピカリスの3歳シーズン初戦はヒアシンスステークス。ここで危なげなく勝利を積み重ねると、アラブ首長国連邦で行われる UAE ダービーへと向かい、後にドバイワールドカップを2連覇するサンダースノーとレース史上に残るマッチレースを繰り広げます。頭差で2着と敗れたものの、この敗戦はエピカリスの評価を下げるどころか健闘を称えるものになっています。その後アメリカの三冠クラシック最終戦となるベルモントステークスへ挑戦し人気馬となったものの、レース直前になって右前肢破壊のため無念の出走取り消しという悔しい結果となりました。その後復帰戦のレパードステークスこそ実力の片鱗を見せましたが、思うような結果を出すことができませんでした。2020年春からここレックススタッドで守護馬となっています。種付け料は受胎確認後30万円または産駒誕生後50万円です。どうぞよろしくお願いいたします。はい、3歳春まで4戦4勝、世界の舞台でも好勝負を演じたエピカリス。足が長くてとても軽いアクションをする馬です。1歳時から垢抜けた馬体が目立っていて大物感を漂わせていました。 UAE ダービーではサンダースノーに頭差負けはしましたが、すごくいいレースを見せてくれました。去年度は88頭の牝馬に種付けを行い、1歳馬は60頭生まれています。その中から父に続いて世界に挑戦するチャンピオン級が出てくれればと期待しています。エピカリス、今年もよろしくお願いいたします。以上、エピカリスでした。